皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、コンヌです。昨日ね、秋葉原またちょっと好きなカードを買おうと思ってちょっとブラブラしてたんですよ。そしたらね、この全王くじなるものがございまして、はい、1000円でなんとアルティメット確定というくじで、秋葉原って結構まだパックたくさんありました。キングダムさん、秋葉原のカードのキングダムさんに置いてました。はい、こちらカードのキングダムさんに置いてました。1000円でアルティメット確定ということで、まあ良心的なんではないでしょうか。まあただね、結構ね、年代物も出てくるかと僕は予想してるんですけど名前は全王くじなんですけど、ちょっとパッケージはちょっと簡易包装です。まあいろいろと僕はやられてきまして、まあ1パック1000円ということなので、まあただね、パック数たくさんあったね、ひょっとすると怖いのはギネとかブルマ祭りは怖いコヌですラッキーセブンということで7パック全王くじ1パック目いきたいと思いますね。あー出てる、あー面白い面白い、ちゃんとこうなんて言うんですかね、くじみたいになってますね。じゃん、表がクリリンと、その後何が来るんでしょう。クリリンの後に来たのは、あーはいはいはい、ご飯ね、アルティメットの孫悟飯ゼノです。はい、アルティメットのご飯とこういった形ですね、3つ、まあ、トリプルとかダブルって2ラウンド目で出るんで、まあその効果が実際に影響されるのって大体3ラウンド目からじゃないですか。若干まあ効果の発動が遅いなっていうところですよね。で3ラウンド目はもう全くみんな気絶しなくなった上に、ヒーローエナジーがユニット発動時以外は減らなくなるということなので、かなりいいカードではないでしょうか。はい、2パック目いきましょう。2パック目いきましょう。2パック目いきましょう。あれあれ、いくよいくよいくよ、皆さんいきますよ。パッて見たクリリンクリリンからの恋デジット恋、あーはいはい、ティメットの孫悟飯青年期ですの、あーあ同じじゃんからの、はい、ここどうも孫悟飯どうも好きみたいですね孫悟飯からの、あーはいはいはい、結構古いんじゃないでしょうか。はいはいの、はい、スーパーレアントランクスと見る角度によって違うようなカードが出ました。孫悟空ですね、まあ超ユニット技が打てますよというカードですね。星4です。さあ行きましょう。4パック目です。はい、おキャンペーンのトランクスゼノですね。トランクスゼノのキャンペーンから来い、デジット来い。3ベジータと行きましょう。5パック目、はい、キャンペーンのバロス、キャンペーンだと外れなんじゃないかな、わかんないや、からあーそうだやっぱりだ、あーからの、はい、ザマスと衝撃のブルマ2連チャ目、まあ、こうなることはね、なんとなく予想できたんですよ、予想できた、うん、怖っ、またキャンペーン、またキャンペーン怖っからの、はあ、SP はね、なんかね、嬉しくないんだよね、なんだろうね、最初のワクワク感がでもね、ここで大丈夫、ここでベジット出そう、ここでベジット出せば、はい、ね、パック数ね、めっちゃあったから、めっちゃパック数あったから、その中で当てるって相当大変だと思う。キャンペーンですよ、キャンペーンとすると、ひょっとするとあーマジかー、はい、秋葉原のね、カードキングダムさんの声優のアルティメット覚醒くじということだったんですが、買うときに僕はその可能性を考えてなかったです。これがいいんじゃないでしょうか、これと。で、秋葉原にね、まだすごいたくさんこれあったんで、まあトライされる方はご自身のリスクでお願いいたします皆さん慰める意味でもチャンネル登録、高評価お願いいたします。じゃあまた、そういうことでバイバイ。